あ、そういえばさ、前ベバリーがさ、ベンチからブロックしに行ったって話したじゃんちょ。あの動画をシェアするわ、じゃあ。画面ちっちゃくて見づらいと思うんだけど。これが俺が前言ったやつで、ベバリーがあ、今どういう状況かって言ったら、1ピリ終わりました。グリズリーズ戦ね。グリズリーズ戦で1ピリ終わりました。で、もうブザーなりました。で、なったんだけど、まあ、今タイアス・ジョーンズね。ボール持ってるのはタイアス・ジョーンズで、 まあなったけど、たまによく打つじゃん。で、その時のさ、ベバリーさん見て。ベンチでね、休んでたんだけど、多分タイアス・ジョーンズがシュート打つと思ったんでしょうね。タイアス・ジョーンズが、まあ、得点にもならないけど、とりあえず最後シュート打って終わろうかっていう、別にそんなんさ、どうでもええやん。別に得点にならないんだから。でもベバリーさん、ベンチから、うおー、きて、この野郎つって、ちょっと待てよ、お前つって。 あ、ごめんこれこっから始めた方がいいかな。そう。0.2秒、0.1秒。最後、あブザー鳴っちゃった。間に合いませんでした。まあ、でも間に合わなかったけど、シュートをつか。いや、そんなことさせるか、ボゲーっつって、ベバリーさんが、う <laughs> ん <laughs> ちょっと見づらいと思うけど、もうバレーボールかのようにさ、めちゃくちゃなスマッチするよ、この人。うわーっつって。わかるこれ。 手振りかぶってさうわーっつってバシーン言うてから <laughs> のドヤ顔よこのディアンジェロとベバリーでドヤー言うて見たかこんにゃろーっつって <laughs> いやちょっと俺の中でもこれツボすぎてマジで。 いや、なんか、ディアンジェロならわかるよ。ディアンジェロがこれするならまだわかるけど、いや、ベンチにいるベバリーがさ、<laughs> いや、これはやばすぎるだろ、マジで。いや、もう最高よね、本当に。いや、本当に最高、マジで。お疲れ様です。じゃあねー。